はい、皆さんこんにちは、ワンダリグルビーです。では今回は信長の野望革新パープキット本能寺の変明智光秀でプレイ続けやっていきたいと思います。前回は昇竜寺城、まあ、京都周辺ですね、ここで織田軍と激闘の末、昇竜寺城を取られて取ってというね戦いを行いました。今回はその続きになります。まず中国地方ではですね、かなり追い込まれていた羽柴、これは秀吉亡き後秀長が後を継いでいますが、それが毛利とうまく戦っています。一方四国を制圧した長宗我部は島津の侵略を受けていて、今島津がね九州から四国へとその半島を広げつつあるという状況です。さらに関東方面では徳川と北条がつばぜり合いしている中、徳川がやや有利という情勢になっています。今回、僕の方はですね、畿内を完全に掌握するために、まずは堺、そして岸和田、この2つの城を落としていきたいというふうに思っています。主力部隊は今大和郡山城、あとは昇竜寺城に入ってますので、しばらくの間兵を休め、城の耐久を回復させた後堺へと出陣していきたいと思います。では早速時間を進めていきましょう。修復はねしっかり、そして確実に行っていきましょう。お金はねまだまだ余裕があるので、このお金に余裕があるうちにですね、城の改修と拡大を、まあ、漏れなくやっておきたいと思います。城の修復を行っている最中ですが、堺から逆に織田軍が出撃してきましたので、これを迎え撃っていきたいと思います。まあ、具体的にはですね、この二条御所から軍をね出撃させていきたいと思います。左近率いる1万、この軍をまず先発隊として出陣、さらに昇竜寺城に移って、昇竜寺城からは光秀自ら出陣していきましょう。あまり兵連れていくわけにもいかないので、そうだな、楼閣入れて、鼓舞入れて、同士打ち入れて、兵8000というところで出陣していきましょう。これで堺を逆にね、攻撃していきましょう。敵が出てきてくれたのは、これはまたとない好機。敵11000、これを撃破していきたいと思います。大和郡山城の防衛は十分だと思うんですが、一方で鉄砲がないのでね、ここだけ敵の迎撃には弱点があるかなというところです。さて織田軍ですけども、まず大和郡山城をめがけて出撃してきた細川忠興隊、これを今畿内の黒人衆がうまい具合に食い止めてくれてますね。堺港に戻るのを阻止する動きをしてくれています。これは本当に大きいですね。この間に光秀7000、さらに左近8000が堺港に強襲をかけています。さらに松の隊ですけど、松の隊はですね、霧山城に鈴木、まあ、雷電とかが、攻撃を仕掛けてきているので、これの救援に向かうようですね。よって堺を攻略する絶好のチャンス到来というところになっています。これはこの機を逃さず攻略戦仕掛けていきたいと思います。堺をあっさりダッシュしましたね。さて忠興が岸和田城に撤退していくようなんですけども、これ撤退させるのはもったいない。なんと岸和田城今2500しか兵が入っていない、この状態を生かしてですね、連戦といきましょう。出撃していきます。ここも混乱と鼓舞やりぶすまで、まず先遣隊として左近8000を出撃、さらに後発で光秀も残りの兵全軍を率いて出撃していきましょう。堺が今攻められる可能性はほぼないので、これを機にね、一気に畿内から織田軍を追い散らしていきます。忠興のところを改造とかもいそうですね。まあ、ただこれを壊滅させれば、あとは岸和田城に向かうだけ。岸和田城がこれで、我々の手に落ちそうですね。岸和田城を取れば、畿内から一応織田勢をね
一掃完了というところになります。お、秀信を捕らえたな。秀信に関してはこのまま織田家当主でいてもらう方がいいと思うので、秀信を一旦逃がしましょう。まあ、無能な秀信で当主を務めてもらう方が我々には都合がいいことが多いですからね。ではこれでご覧のように畿内一円ですね、完全に掌握した状態です。鈴木に関しては我々と同盟結んでいるので、まあ、あの味方と考えていいと思います。で、あとは北陸の柴田、これもね、我々と同盟関係にあります。さらに山陰地方でね、勢力伸ばしてくれた秀吉亡き後の羽柴、これもね我々の同盟国です。そう考えるともう敵は、強いところで言うと、まあ、島津、長宗我部、徳川、北条、そして織田というふうにね、だいぶ数が絞られてきたのかなというふうに思っています。このままね、進めていきましょう。まずは織田家を滅ぼしていきましょうか。そういう話をしていると織田軍が坂本城に向けて進撃を開始か。坂本城はまあ十分な城かと言われれば微妙だからな。ちょっと急いでここに救援を送りましょうか。岸和田城から軍を出陣させます。ここは最強の布陣で臨みましょう。もうこの辺りに敵はいないと見ていいと思うので、坂本城の救援に全軍を差し向けます。あとは柴田勝家に長浜城の攻略をお願いしたいところですけどね。これ攻略がうまくいけばというかね、今あの長浜城はすっからかんの状態なので、この坂本城を取る、長浜城を取る絶好のチャンスがね、北の将柴田勝家軍に訪れたと思うんですけども、動く気配がないですね。残念だな。坂本城を取られるわけにいかないので、やっぱりここは救援を送ります。柳生石秀才に名前が変わりましたね。柳生石秀才といえばバカボンドだな。バカボンドって今どうなってるんでしょうね。最近バカボンド全然読んでないんで、今どうなってるのか最新の、物語の進行状況が不明ですけど、大和郡山城に敵が来るか。まあこれだけしか軍勢が入ってないとなると来るよな。まあ昇竜寺城の軍勢を少し差し向けましょう。あとまあ矛盾しますけども、二条御所にはそれなりに軍勢入ってるので、御所からもね救援しましょうか。本来御所から救援っていうのは坂本城の方が近さ的には適任なのかなと思うんですけどね。まあ、ここはそうも言ってられませんので、一度大和郡山城に救援を送ります。合計1万で攻めてくるんだな。1万相手ということであれば少し心配なので、ここは要請しましょう。鈴木にできれば岸和田城の防衛、これに手を貸してもらいたいなと思ったところで、全く手を貸す気配なしか。賭場港に攻撃仕掛けてもらう。それで亀山城に撤退してくれることを祈りましょう。まあ、黙ってはないよな。織田軍もこのまま引き下がるわけはないといったところですかね。さあ坂本城の方は防衛がなんとかできましたね。今度はそうなると大和郡山城が心配になっていきます。大和郡山城に救援を出すかどうかだな。敵の兵1万、我々の大和郡山城が1600で、明石武典5000が今これの救援に向かっているという状態ですね。一旦このまま様子見しましょう。大和郡山城の防衛もなんとかなりそうですね。
そしたらいよいよ安土城を奪取する織田家の象徴、この攻略戦をね少し考えていきましょう。今主力部隊はですね、山と郡山城に敵が来るな。亀山城、桐山城、ここから兵がひっきりなしに来るのであればどうだろう。一度ここを思い切って大軍で叩いておくというのもありですね。出陣しましょう。根源から敵を断つ。兵1万4000で出陣。敵の退路を断ちます。思い切ってやっぱりここは安土城の攻略を狙うというのもありだよな。安土城の攻略戦に切り替えましょう。諸悪の根源、それつまり行くぞ安土ですね。安土城の大城郭、まあなんといっても耐久4万、兵7000というこの大巨額をここで取る。織田家象徴のね、ここを取るというのに3万の軍勢を出します。合計3万。この軍勢でなんとかねこの安土を取っていきたいと思います。数が足りないようであればさらに増援を出したいんですが、増援出せる兵力がちょっと今手元にないんですよね。外交要請、勝家にどっか攻めてもらえる場所があるのであればというところですけど、勝家はどこも攻めてくれなそうだな。続いて橋場家もちょっとどこも攻めてはくれなそう。攻めてくれる可能性があるとしたら弓木城か。まあ弓木城一応お願いしておきましょうか。で鈴木に関してはやっぱね桐山、亀山、この辺りの城を攻めてほしいんですけど、まあ、残念ながら攻めてくれそうな気配はないですね。なのでこの都合2万7000の軍でなんとかね安土を屈服させに行きましょう。何機内の黒人衆とのここで盟約が切れるか。これはすかさず協定結びに行きたいな。機内の黒人衆、早速何を払ってでもいいので最優先で機内の黒人衆とは関係を修復しましょう。金2万7000払います。まずは鉄砲やぐらを破壊して、そこから中長期にこのね安土城を攻略していきましょうか。続け。早速兵がすり減ってるな。かしこまりました。で敵はそう来るか。安土城にこの兵力が戻られるとめちゃくちゃ厄介なので、安土城に返さないっていう体制でいきましょう。安土城には絶対に返さない。そうすると今度亀山城と桐山城が、まあ、取りやすい状態になりますよね。ここでうまく取れれば一番いいですけど、安土城が取れなくても亀山城、桐山城が取りやすい環境になるという時点で御の字かな。よし、同士討ちで一気に敵減らしたな。同士討ちからの連鎖が決まるとさらにでかいんですけどね。さすがにそこまでうまくはいかないかな。サマノスケの軍を一度昇竜寺城に戻しましょう。光秀の軍だけになるのでちょっとここ心配だけど、なんとか光秀の軍だけでも小西行長の軍を撃破してもらいたいが、ここは撤退だな。まずいな、光秀の軍も壊滅するぞ。安土城さすがだな。
引くタイミングがちょっとよろしくなかったですね。気合を入れよ。救援を出すにも救援が出せる兵力が残ってないな。一度兵力をおさらいしておきましょう。我々明智勢ですが、ご覧のような兵力ですね。総兵力11万、まあ、この中にはさらに羽柴5万、勝家4万。ただこれ見ると勝家が一気に押されてきたな。景勝に、景勝が30人の現役武将を抱えて兵8万。これは勝家が飲まれる可能性高そうだな。で総兵力21万します。半端ないデカさになってる。これは長宗我部飲み込まれるな、確実に。そして織田が12万だもんな、まだね。我々と、まあ、拮抗している中で島津が一つ二つと頭抜き出ましたね。引き際を完全に誤ったな。引くぞ、私に続け。まず忠興を返却することにして停戦の依頼しましょう。織田とは一度停戦。まあ本意ではなかったですが、しょうがないですね。停戦なる前に壊滅した。お味方の部隊持ってかれたな。壊滅しました。今のは完全に引き際を早まりましたね。もう一歩早いタイミングでしっかり退却しておかないと、安土城みたいなところは落とせないといういい教訓になりました。この後の戦略なんですけども、まあ、島津とはまあ手を組んで織田家を滅ぼすというのをこのゲームの目標にね据えてやっていますので、余計なことはせずにいきましょう。うん、再び安土城から兵約2万、信雄率いる1万含めこの軍勢が大和郡山城に向かってますね。細川忠興も9000、まあ、合計2万近い軍勢という数になってますが、これが大和郡山城に向け出陣。安土城に残った兵力6000ですね。ただ我々の方がこれを攻撃できる兵力今手元にない状態ですね。坂本城に1万6000、御所に6000、昇龍寺城に5000というところです。で肝心の大和郡山城は8000という状況ですね。まあ、しばらくはここでつばぜり合いが続きそうなので、当面の方針としては、まあ、島津上杉と手を組んで、織田家をね滅殺するというのを最優先項目に据えていきたいと思います。でそうなるとこの弓木城もね4万という大軍が入ってるんで、ここもなんとか敵をね、撃破していかなきゃいけないんですけど、ここはできればこの八神城に敵をね引きつけたいんですよね。この八神城の手前にはこれだけの多くの鉄砲櫓を構えているので、この鉄砲櫓で敵軍を仕留めたい。できればここにね敵をおびき寄せて戦いたいと思います。というところで今回はねここまでさせていただいて、次回以降織田家これをね滅ぼしにかかりたいと思います。